空は、久谷直樹原案、七尾なるキャラクター原案による日本のメディアミックス作品。月刊コミック電撃大用において、安倍の茶子による2007年1月に漫画としても連載、ドラマ、CD が発売された。同年4月から6月までテレビアニメが放送され、アニメに関連してインターネットラジオも配信された。作品舞台のモデルは、長崎県長崎市である。 金見町に住む高校生森宮より人は空が好きな少年だった。空の写真を撮ることが趣味の彼は今日もまたカメラを携え夜が青空に変わる一瞬を撮ろうと水辺の森公園に赴く。夜明け前公園の自販機の前で彼は不思議な少女と出会う。その少女仕方マリは青空に対しての憧れをにじませながらつかみどころのない性格で 偉人を翻弄する。その後、ふとした騒動に巻き込まれたことで、より人は、祭りと日々の生活を共にするようになると同時に、彼女が、夜かという夜にしか生きられない存在であることを知る。空が好きな少年と、青空に憧れつつも見ることの叶わない少女。同じ思いを共有する二人が出会い、惹かれ合うとき、人と祭り。その他運命に翻弄される少女たちの物語は、 動き出したのだった。2007年4月より、独立 UHF 局などで放送された。ハイビジョン制作。なお、テレビ未放送のエピソードが2話制作されており、DVD の方と V に1話ずつ収録された。SP に、ケけるラヘは、第1話以前のプロローグ的な内容となっている。サブタイトルはすべてカタカナ表記で統一されている。2008年5月30日に、 マリンエンタテインメントより、空5日の空が発売された。アニメ版の声優によって、アニメ版、漫画版とは異なるオリジナルストーリーが展開される。発売元はランティス、販売元はキングレコードとなっている。ジャケットは、キャラクターデザインの小釜こと描き下ろしである。なお、オープニングエンディング CD は、初回限定生産のみ、七尾鳴による描き下ろしスリーブが付属する。 初回限定版、ドットアニメ初回限定版、通常版が刊行された。またエモーションザベストソラ DVD ボックスとして2010年6月26日に未放送版も含め全15話が収録された DVD ボックスが発売されている。発売元はバンダイビジュアル。初回限定版、通常版共通特典は8ページカラーブックレット。初回限定版は各巻に ドラマ CD の他に特製収納ボックス、デジパック、ポストカードが付属し、特定の巻にはノンテロップオープニング、エンディングが収録されている。ドットアニメ限定版は初回限定版から特製収納ボックスのみ別バージョンとなっているだけであり、その他は初回限定版の仕様と同等である。2012年9月21日にテレビ放送分13話と未放送分には、 ソライラジオ出張版 CD を収録した、ブルーレイディスクボックスが発売された。オーディオコメンタリー b d ボックスには前話に、新規のオーディオコメンタリーが収録された。キャラクターコメンタリーの脚本は、久谷直樹。月刊コミック電撃だよう2007年2月号に、プロローグが連載され、本格的には2007年3月号から2008年4月号まで連載された。作画は、 アベノチャコ。ストーリー進行、キャラクター設定は、基本的にアニメ版に準じているが、イジンとマナが出会う以前から、物語が始まる。他にも、第5話で祭りとイジンが出かけた帰り、夜の学校に寄った際に、タケシによる襲撃があり、危機に陥る二人を会うのが助けに来るなど、展開が異なる部分も存在する。 ストーリーはほぼアニメに沿った流れになっているが、キャラクターのデザインは一部異なる。プロローグは序編であり、漫画本編、アニメ第1話及び、明ける空へよりも前のストーリーである。作中ではアニメでは描ききれなかったキャラクターの個性や、世界設定などを、ギャグテイストを含めて描いている。2007年10月9日に、一人者より発売。 ISBN 978から4から758010856。半75券イラストが多数掲載されており、アニメのキャラクター設定の他七尾るによるキャラクター設定も掲載している。他に美術設定やキャストインタビュー、監督などへのスタッフインタビューが収録されている。七尾るによる描き下ろしポスター付き、127ページとなっている。 2007年2月にキャララジオで、ソライロラジオインキャララジオ、同年3月から7月にかけて、ビート、ネットラジオ、およびランティスウェブラジオで、ソライロラジオがそれぞれ配信された。ソライロラジオインキャララジオとして、2007年4月から、同年6月まで、キャララジオにて配信された。ソライロラジオは、テレビアニメ、ソラの放送開始に合わせて、配信をスタートした。 インターネットラジオ番組ありがとうございます。